どうも、ボルカです。だんだんと暑くなってきた福島県の福島駅です。今回はここから奥羽本線、米沢方面の普通列車に乗ろうと思います。別名山形線とも呼ばれている路線で、ここの区間は福島から青森を結ぶ奥羽本線の中でも異彩を放つ区間となっています。乗車するのは福島駅8時4分発の普通米沢行き。福島から奥羽本線普通列車に乗ると、米沢で必ず乗り換えが必要となります。またこの区間は普通列車の本数がかなり少ないので、18切符利用者の難関区間として知られている区間でもありますが、まだ朝と夜に何本かある上に、昼間にも1本でも列車がある時点で良心的なのではないかと思います。福島から青森までの奥羽本線で一番普通列車の本数が少ないエリアなのは確かなんですけどね。この区間は山形新幹線と同じ線路を走りますから、線路の幅が他の JR 在来線より少し広い標準規の線路となっています。こちらが米沢行きの719系。線路の幅が少し狭い狭規の719系はフルーティア以外消滅しましたが、奥羽本線福島新庄間ではまだ生き残っています。719系といえばこの特徴的な車内、集団見合い式という形態で、二人掛けのクロスシートがあるのが特徴です。一人の利用だとこの座席は助かります。向きが変わらない転換クロスシートと呼んでもいい気がします。また、この719系ではワンマン運転に対応しているので、運賃箱や運賃表示器が乗務員室付近についています。座席も乗務員室付近にはありません。米沢までは山形新幹線は全駅通過です。8時4分、福島駅を発車します。列車はこれから佐々木の庭坂、板谷、峠、大沢、関根、米沢の順に各駅にと言いたいところなんですが、正確には各駅停車ではありません。一駅だけ通過します。それは赤岩駅です。赤岩駅は庭坂と板谷の間にある駅なのですが、現在そこに停車する列車は一本もありません。全国的に異例な列車の停車しない駅なのです。利用者は全く存在しない秘境駅で、廃止の手続きを渋って放置していると思われます。もともとは冬季のみ通過だったのですが、2017年の改正から通年で通過となっています。後ほど映像が出ます。奥羽本線福島米沢間は板谷峠という険しい峠越え区間で、山形新幹線が通る前はスイッチバックの連続する難所でしたが、山形新幹線が通った今、性能のいい電車は峠をものともせず淡々と越えていきます。
峠越えを終え、終点の米沢に到着。途中のスノーシェット付きの駅や峠の力持ちなど、普通列車でしか味わえないような車窓も多く、山形新幹線も通っていますが、やっぱり普通列車での乗車を私はお勧めします。本数が少なく少々不便ですが、ぜひ時間を合わせて乗ってみてください。隣のホームには山形新幹線がやってきました。普通の在来線で新幹線車両が見えるのはとても違和感がありますね。新幹線も今通ってきた峠をとても静かに走り、鉄道の進化が思い知らされます。以上、奥羽本線の峠越え区間の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。